でも中坂美優はケーキ今食べれないので、作っても食べれないので、今日はこちらで作っていきたいと思います。イエーイ。ということで用意したのは紙粘土と発泡スチロールみんなで見せかけケーキ、見せかけケーキを作っていきましょう。ということで本当に時間がないので、まずは解体からしていきたいと思います。まあ、この発泡スチロールをまず丸く削っていきたいと思います。手で揉いだ方が早そうすぐパワープレイに出ようとするやつ。どうしたらいい？なんかやっぱカッターとか持ってくるべきだった。ハサミじゃ無理かも。ハサミじゃ無理かも。発泡スチロールってそんな硬いの？発泡スチロール硬い。全然切れん。発泡スチロールって何で切るんですか？全然手でちぎれない。え？ね、発泡スチロールって何で切るの？やばい、めっちゃ散るわ。気合やばい。一旦角を落としてこう、まあ、ケーキといえば丸だからね。切り込みさえ入ればなんか手でもげるかもって感じ。カッターだって。誰か見てないの？今日家族カッター持ってきてくれない？今日に限って見てないのかな誰も。そうだよね、クリスマスにまで娘の配信見たくないよね。うちのカッターは切れないことで有名です。いきます。おお切れる切れる。え、むずい。でもカッターとか使い慣れてなさすぎてむずい。むずっ。やばい、これ彫刻だけで終わるんちゃう？大丈夫か？やっぱ切れ込みが大事だから、とりあえずこう一周切れ込みを入れていくわ。なんかケーキ型みたいな。でもなんかね、もう行ったらね、ダイソーなんかクリスマス何も売ってなかった当たり前だけどさ、もうなんか夜 8時は嘘だけどさ、7時とかに行ったらさ、もうクリスマスのもの何も売ってなかった。でもカッターの刃が折れそう。近くにもやった方が良かったんちゃう？ねえ、そうだ、インスタ上げたからさ、みんな見てね。やばいかもしれない。なんか削ったりした方が早いかもしれないね。ヤスリとか買っとけばよかったね。
自分舐めてたわ。もうちょっと器用だと思ってた。やばい、天才現るかも。そう、手元を映るとみんなに怖い怖いと言われるので、今日あえて映していきません。音が怖いですよね。もうなんか発泡スチロール切ってんの本当にみたいな。もう怖い。なんかね、大丈夫。まあ、なんとなくそれっぽい形になったら、あとはクリームを塗るので。やばいわ、マジぶち怒られそう。新しい日本語作っちゃった。ぶち怒られそう。でも最近さ、イエーイ。イエーイ。悲惨よマジ。あー、ハッピーホリデー、ありがとうございます。どうやって切るのが一番さ効率いいんだろう。なんかもう一回表面が丸そうだったら、こっからがむずいんよ。ちょっとずつが大事かも。15分までにこの円柱を作りたい。今何分だろう。イエーイ。ちょっと舐めてました、ケーキ作り。おー、でもでもでも、ほら、ちょっと丸くなってきたんじゃない。今日はクリスマスですけれども、皆さんは何をして過ごしましたか。中坂はこう何もしてない。でもお仕事に行ってきた。はあ、痩せそう。腕の筋肉すごい。なんかさ、どんびかれてたよねさっき。え、ガタガタ。おお、鰹節でも削ってるのかと思った。だって手が。いやー、お疲れ、お仕事。明日筋肉痛になりそうって。明日はね、未完全アワードですからね、楽しみです。おお、ちょいいんじゃない。今日は名古屋グランパスリリースがありましたね。2個。大筋しゃちもなかさん、パオパオさん、シータンさんのお店に行きました。だっていいね。アワードを取る自信あんまりないよ。だって今年はアワードに選ばれないと思ってたからさ、いることがちょっとびっくりしてる。これやばいな。まあ、掃除機かければ一回終わってから。イエーイ、明日のアワードも楽しみだね。だって楽しみ。いや、みんな結構幸先不安がってるけど、
いい幸先してきた。幸先っていうかなんていうの、良さげになってきた。あ、ちゃんとあのカッターギコギコしてるときはちゃんと手元しか見てない。にゃー、もう疲れた。変わって、誰か。バキバキ、もうちょっとです。怖いね、音が怖いね。みんなクリスマスっぽい。今日は揚げ豆腐でした、夜ご飯。豚巻き揚げ豆腐と、あ、でも生ハム食べた。クリスマスっぽくない？思わなかった。あと少し、あと少し、頑張れ私。綺麗な丸になるはずなんですけど、もうちょっと疲れた。今何分、今何分、17分。了解了解。あー、許容かな。目つぶれば丸なんじゃない。大根かな。大根、ま、丸いですからね。もうほぼ丸ってことですよね。まあ、なんか上がケーキっぽかったらもう賞味いいかなって感じ。横はどうで、横はね、まあいいかなって感じ。オッケー。うん、ちょっと散らかったのだけ片付けて後で掃除します。はいはいはい。ではまあ上がメインですから今日の、はい、どうにかしていきたいと思います今から。よっこいしょ。あ、やばい、あれかな、コロコロがいいかも、掃除機より。オッケー。ちょっとここを開けて、よしよし、こんな感じ。やばい、服がちょっと腕まくりしてやっていきたいと思います。どうしよう、クリームを絞ってみましょう。こちら粘土のホイップクリームです。ギザギザにやるとギザギザになるっぽいので、レッツゴーギザギザ、レッツゴーギザギザいきます。横ギザギザ
ギザギザギザ横、全然ギザギザじゃない、まあいいか。ちょっと冬だからさ硬そう。でも紙粘土って別にあったかくしてもさ多分柔らかくならんやん、わかんないけど。やってみます。おー、めっちゃ硬いかも。一旦表面塗りたい。めっちゃ硬いんだけど。これもう子供用とかじゃないの？めっちゃ怪力いるよ。おお。一旦表面塗りたいよね。よし、塗ってこ。こちら本物のケーキを作るときに使うやつですが、親に許可をいただきましたので、紙粘土に紙粘土かわかんないけど使っていきます。でもクリームっぽい。白飛びしすぎて何も見えん。うちケーキ作りとかしないんで、多分あっても困るんで、あっても困るというかあっても使わないんで許されたんだと思います。やばい、めっちゃケーキみたい。だし普通の生クリームよりめっちゃ塗りやすい。ねえ見えるかな。あー、来た、ピント。めっちゃクリームっぽくない？これが発泡スチロールの断面で、これ今クリーム塗った方。めっちゃケーキっぽいよ。これ横も塗りたいんだけどさ、横塗ったら絶対ボロボロしちゃうよね。うわー絶妙い。ぽくない？めっちゃクリーム、ほら。横も塗ってみるか一回。これを立てかけるところがない。ちょっと待ってね、とりあえずねクリームをどうにか頑張って絞りたい。どう、横塗れるかな。わ、待って、天才なこと考えちゃったかも。クルミみたいにさ、なんかおしゃっぽくさ絞ればさいいんじゃね。まあ問題は私にそのセンスがあるかどうかなんですけど。その線でいきます。おしゃ絞りします。いましょう。良いのでは？良いよね。センスあるかも。パティシエになった方がいい。はい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 、どうですか。どうしよう、もう横は絶対に映さないでクリームを塗らないか
横もちゃんと塗装するか悩んでる。ちゃんと解説した方がいい、紙粘土で作ってるって。ミュの中ではケーキ作ってんだけど。じゃあ横はいいという意見が多いので、まあ、横はいい方向にしましょうか。まあじゃあトッピングをねしたいので、トッピングも買ってきたんで、ちゃんとでもうなんかケーキっぽいの売ってなかったから、まあ、紙粘土だしと思ってシールと花バラとリボンを買ってみました。だからガチで可愛くやります。でもイメージとか何も画像とか見てなくて、クリスマスケーキとかもいまいち食べたことないから、そうクリスマスケーキみたいなのね、だから分かんないんだけど、全然想像つかないし、サンタさんとか買いたかったけど売ってなかったからとりあえず皮おしゃケーキを作りたいです。じゃあまずは生クリームを絞ってみます。上に紙粘土さ、こうなっちゃうんだよね、むずい。なんか普通のクリームよりむずいよね、えやばくない？角立ちすぎじゃない？真剣な表情がとてもいい。やったね。全然絞れん。あの上の方にさ逃げてくるんだけど、クリームが下に行ってほしいのにさ。よし、お、でもなんか全員やる気なくなってちょっと沈んだかも、角が。ちょっと角を寝かしていく。真ん中だよな、問題は。おお、一旦ね、今こんな感じ。じゃあここで主役のいちごにをトッピングしていきたいと思います。これ偽物ですいちご、良いのでは？あ、クリスマスケーキっぽい。めっちゃ一気にクリスマスケーキっぽくなった。
なんだけど。じゃーん、めっちゃいい感じじゃない。でここからトッピングをしていきましょう。やばすぎ、めっちゃさやばくない？え、超うまいんだけど。私結構このさ、この花を飾るのが結構楽しみだったので花からいきます。やばくない？え、ガチケーキにしか見えんくない？ろうそくはない、刺さらんと思ってさ、さすがにフレンチスポンジじゃないで刺さらんかなと思って買ってきてないわ。でも多分家にいっぱいあると思う。ひっくり返しても落ちないかどうかはちょっと怖いからやめとくね。まだ固まってないし。バラをねいっぱい飾っていきたいのよ、私的には。もうバラが今日の主役。緑取ったらさ崩れちゃうかな。やばい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 。やばい、めっちゃ可愛いんだけど。やばやばです。ちょっと舐めちゃいそうだもん、ペローみたいなくらい本物に見える。絶対食べちゃダメよ。手先器用なんですね。ということで、バレました？実はね。やばい、バラを散りばめただけなのに。めっちゃ可愛くなった。おじゃあ次はリボン、リボン。でもリボンも白だったら見えんから、ピンクにしようかな。横とかに飾っても可愛いかも。やばい、めっちゃかわいい。じゃーん、こんな感じ。やばすぎる。お母さんにもう一回お使い頼んじゃダメ？
ちょバラつけるところないな、このシールバラ、シールバラが。お母さんへ、この配信を見ていたら、ビーズを持ってきてほしいにゃん。うん、白バラつけるところないかも。あ、でもつけたらつけたで可愛いかも。ちょっと待って、作業工程何も見えてないのみんなにこだわり強く塗ってきた。え、めっちゃこだわり強い、てか超可愛い。はい、どこにあんの？お母さんのさ、寝室のさ、左の壁の端お母さんの寝室にビーズを置くなっていうね。待って、さすがに可愛すぎるわ、やばい。このピンクのバラの間にこう白バラのシールを貼ったんですけど、めっちゃ可愛くないですか？え、これじゃなくてさ、あのこういうボックスみたいな方、絶対ある。お母さんの、お母さんの寝室の襖の裏ねえ、やばくない？めっちゃ可愛くない？ねえ、やばくない？ねえ、やばくない？めっちゃ可愛くないですか？ちょっと待って、パティシエになれるかもしれん。もしかしたらもう材料さえあれば、材料と整った環境さえあればケーキ作れるかもしれん。どこに隠してるそれな、隠してました。見つかったかな。はい、お、こんなにいっぱいあった。あ、これか、ありがとうございます。こちら長坂のビーズセットです。絶対に縦に持ち運んではいけないレベルにもうぐっちゃぐちゃになりましたね、多分。バーってなる可能性があるので、あの床に置いてやります、ちゃんと。じゃーん、どのビーズを乗せようかな、悩んじゃう。あとなんかケーキっぽいのないもんね。そうね、やっぱビーズね。何がいい？こういうさ、白の丸とかを乗せたらさ、アラザンっぽくなるかな。ちょっと乗せてみよう。あ、ちょっとショールームでは伝わらないかもだけど、めっちゃ可愛いわ。粘土すごい、もう固まってる。伝わるかな。可愛くない？結構可愛いよね。何のビーズが可愛いかな。なんかあんまね、そういうっぽい、それっぽいのないんだよね。もうちょっと散りばめようかな。細かくて伝わらんかも。こう透明なのもあるけど、透明なの乗せてもね、わかんないもんね。いや、でも透明のも可愛いな。透明のちょっと大きいのとか乗せようかな。どこに乗せようかな。透明のも可愛いわ。でも全然絶対ショールームでは伝わらん。そう、めっちゃ可愛い。やばすぎる。可愛すぎる。断面ではない。あおみさんが君へと一緒に配信してた。何それ、見たいんだけど。みえも、みえがショールーム終わるまでやっててって誰か伝えといて。やばくないね、めっちゃ可愛いよね。どうしたらいい。可愛すぎる。これ側面も塗ろうかな。もうまだ時間ある？もうないか。のせただけでも大丈夫です。多分紙粘土と一緒に固まる気がする。なんかもうめっちゃここだけの話していい？
わ、40分、あと10分で塗装は無理か。可愛くない？ここだけ見たら。もう髪粘土固まってきちゃったよね絶対。あれついてなかった。ついてない。おー、あざとーい。やばい、手が。かわいい。マジでこう中坂美優特製ケーキ完成。あ、ここの画角ならいいんじゃないこれ。あ、いいいいいい、完成。召し上がれ。めっちゃいい感じ、超かわいい。本物みたいだよね。てかめっちゃかわいい。これ多分写真撮って美肌モードとかでこう側面いい感じにしたら多分載せれるインスタに。めっちゃかわいいケーキできた。それな、目もめっちゃ驚いてる。こんなに、てかセンスだわ、私の。めっちゃセンス。はい。ろうそく来た。でもどこに刺そうかな。じゃクリーム絞って土台作るね。めっちゃ笑ってんだけどお母さん。でも火はないということ。じゃーん。イエーイ。なんか呆れてる笑い方でした。みたいな。じゃーん。やばくない？ガチもんじゃってかも。ほら、最強ケーキ。クッション取りまくってる。いえいえ、ありがとうございます。いい出来でしょ。ナイスデコレーション。それな、かわいすぎ。そう、めっちゃかわいいんだけど最強。めっちゃかわいいよね。これ絶対リアルで作ろう。でも桜の花バラとかどうやって作ればいいんだ。食べれるバラ作れる人いたらぜひ。生ハムとか、ハムか、A 賞決定。やばい、もうちょっとちゃんと作らせて A 賞。にゃーん。そう、本物のケーキだったら無理。食品サンプルみたいなもんですからね。まだいちご2個余ってんだよみんな。しかもこのいちごさ、ちゃんとヘタついてんの。 もぎ取って。あざと、あざとかわいいね。リボン、あ、バラもそう。全部こうやって葉っぱついてるのにさ、全部もぎ取った。
後日横も仕上げたら。でもめっちゃここだけの話すると、なんかショールーム終わったら多分もうポイする運命だったと思うんだけど、なんか取っておきたくなる可愛さです。イエーイ。見事に釣られました、一気に、イエイエイエイ、僕が勝手に恋をしてしまったんです。アイドルやねん。君のせいじゃない、ウォーイエイエイ、ウォーウォーイエイエイ、ウォーウォーイエイエイ、ウォーウォー、ドゥ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 、また今日も君を見かけたよ。めっちゃ楽しかったんだけど、なんかめっちゃ考えてたんですよ。ケーキ普通に作ってもどうせ食べれんし、ダイエット中だからね。だから低カロリーケーキとか作ろうかなって思ったけど、知識ないからそんなんできないし、だからどうしようって悩んだ結果これになりました。でも意外と合っていたかもしれません。ヒートテック見えてる？お恥ずかしい。お恥ずかしい。てか今日さ、もうこの服にこの赤いピンをつけてね、この赤いピンをつけて、お仕事に行ったんだけどさ、さすがにクリスマスの気合入りすぎて気まずかったよね。その気合入れたつもりはなくて、たまたま緑の洋服が着たくて、たまたま最近買った髪飾りが赤かっただけなのね。そう、お誕生日の方がいる？待って待って、ちょっと待って、鼻がかゆくなってきた。鼻がかゆくなってきた。ちょっと待って、誕生日の人、待って、やばい、めっちゃ鼻かゆい。おめでとう。ちょっと待って。よし、はあ、まあ、誕生日、あ、来た、昨日から中ちゃんに釣られっぱなし。あ、違う、誕生日の方、あ、来た、今日誕生日でした、おめでとう。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear ふんふんさん、Happy birthday to you、 お誕生日おめでとうございます。イエーイ、お誕生日おめでとうございます。今日はクリスマスですけど、クリスマスなんかよりもあなたの誕生日であるということが素晴らしい一日だと思います。これからも中坂美恵ちゃんを推して、中坂美恵ちゃんへ愛を全力で注いで、幸せな人生になるように、もっともっと最高の一日になるように、これからも一生中坂美恵ちゃんのことを応援してください。お誕生日おめでとう。おめおめ。すごい粘土を触っている気分だ。おめでとう。めめ、一生中坂推しですよね。
てかさクリームのつき方が上手なんだけど、あざとくない？こうちょっと結構ガチでさ、なんかついてる感じ。オプション発表は、じゃあ今日は聖なる夜なので中坂美優ちゃん、え、重めの愛メッセージどうぞ重めの愛のメッセージをどうぞ。あとで真っ赤にしたなったら、まあ、トナカイさんがやってきたってことですね。取れるんかな、ペロってやったら。あなんか残ったなんか残った。ということで、改めてお誕生日の方おめでとう。はい。え、これ、ま、現実で見る方が300倍可愛いから。ということで時間なので終わりたいと思います。でもその年のクリスマスの日。今日めっちゃ可愛くない服。これもみんなに見てほしいけど写真撮ってないんだよね今日。またこの服着て写真撮ろう。いきます。スルベニアコマカロンさんプレゼントボックス、ハトコンさんタラーノ、オープンセンター、キョンの子さん、雪だるま、スルベニアコマカロンさんプレゼントボックス、ハトコンさんタラーノ、ムタラーノ、オープンピースさん、ハート、ハトコンさんタラーノ、オープン。今日新しいギフトあるよね。これ何？キラキラパン？なんだ？紙吹雪？めっちゃまずい。エゴさん紙吹雪、ストルベニアンコさんハート、ハタゴンさんタラーノ、オンプシロノクマさん紙吹雪。メイドメロンさんプレゼントボックス、ハタゴンさんタラーノ、オンプルンルンネコさん紙吹雪、ハタゴンさんタラーノ、オンプピーさんハート。ストルベニアンコマカロンさん紙吹雪。センターキャンナノコさん紙吹雪、ニャニャカイニャさんプレゼントボックスパッハタゴンサタランの音符、シュリケンペンギンさんパチパチ、ハタゴンサタランの音符、トットイセギさんハートピースさんハート、ハタゴンサタランの音符、マルタンさんダルマ、ハタゴンサタランの音符、トットイセギさんお疲れかわいい、メイドメロンさんプレゼントボックスピースさんハート、ハタゴンサタランの音符、シュリケンペンギンさんハートピースさんハート、ガローさんハート、社長子さんクモーナメント、シュリケンペンギンさんダルマピースさんハート、ハタゴンサタランのムタランの音符、あすごいクリスマスケーキさんうまハタゴンさんタラーノ、オンプピースさんハート、メンドメロンさんアイラブユー、ネギネギさんハート、スルリニョコマコロンさんハート、ハタゴンさんタラーノ、オンプピースさんハート、ハタゴンさんタラーノ、ムタラーノ、オンプネギネギさんハート、ピースさんハート、ネギネギさんハート、ハタゴンさんタラーノ、オンプピースさんハート、ネギネギさんハート、ハート、白のクマさん紙吹雪、ハタゴンさんタラーノ、ムタラーノ、オンプピースさんハート、水谷さんムムウサギさん雪の結晶、ハタゴンさんタラーノ、ムタラーノ、ムタラーノ、オンプクリスマスケーキ、キャキャキャクリスマスケーキさん紙吹雪、生まれたさんハート、ハタゴンさんタラーノ、ムタラーノ、ムタラーノ、オンプセントは今日の子さんアイラブユー、ハタゴンさんタラーノ、ムタラーノ、ムタラーノ、オンプエゴさん雪の結晶、プレゼントボックスピースさんハート、桜の木さん雪の結晶、ハタゴンさんタラーノ、ムタラーノ、オンプピースさんハート、ハート、ルルネコさん結婚して、ハタゴンさんタラーノ、オンプ、桜の木さん雪の結晶、ピースさんハート、ウンスラスカさんブラーボー、ハタゴンさんタラーノ、オンプ自転車ラスカさん花火玉、花火上がるんですねこの時期に、珍しいというかなんか新鮮でいいですね。ハタゴンさんタラーノ、ムタラーノ、ムタラーノ、オンプピースさんハート、ハート、ハタゴンさんタラーノ、ムタラーノ、ムタラーノ、オンプピースさんハート、ハタゴンさんタラーノ、ムタラーノ、オンプ自転車ラスカさん紙吹雪、紙吹雪、大間ちゃん紙吹雪、ピースさんハート、ハタゴンさんタラーノ、ムタラーノ、オンプウキーさんプレゼントボックス、ハタゴンさんタラーノ、ムタラーノ、オンプピースさんハート、ネギネギさんプレゼントボックス、ハタゴンさんタラーノ、オンプダンシングアヒルさん雪の結晶、ハタゴンさんタラーノ、ムタラーノ、オンプネギネギさんプレゼントボックス、プレゼントボックス、ピースさんハート、自転車ラスカーさん雪の結晶、パンダさんハート、ピースさんハート、パンダさんハート、メイドメロンさんかわいい、かわいい、ピースさんハート、メイドメロンさんかわいい、結婚して、オムシャンハート、佐藤海里さんのアバターさんハート、ピースさんハート、ストルベリニョンコさんハート、ハート、ピースさんハート、ダンシングアヒルさん雪の結晶、
エゴさんプレゼントボックス、ピースさんハート、限界酒さんハート、ルンルン猫さんお花、ピースさんハート、社長子さんタランノープ、ルンルン猫さんハート、エゴさん雪の結晶、ピースさんハート、社長子さんタランノープ、白のクマさんクマーナメント、ピースさんハート、エゴさん雪の結晶、キラキラ星さんハート、ハート、ピースさんハート、ピピフィピさんタランノープ、センター京女の子さんハート、ピースさんハート、エゴさんプレゼントボックス、ピースさんハート、シャーさん雪の結晶、佐藤かえりさんハート、ピースさんハート、佐藤かえりさんハート、シルルルンさん、クマオナメント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 、お月様にゃんこさん、雪だるま、ストロベリーにゃんこさんハート、ナッキーさん、紙吹雪、シルルルンさん、かわいいかわいいかわいい、ルルン猫さんハート、エゴさんプレゼントボックス、ナッキーさん、紙吹雪、シルルルンさん結婚して、ピースさんハート、みー猫さん、紙吹雪、ナッキーさん、紙吹雪、シルルルンさんハート、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 ピースさんハート、ハート、ストロベリーにゃんこさんハート、ブブググさんハート、ハート、ピースさんハート、ハート、ハート、海賊王星の結晶、ピースさんハート、ハート、ありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございます。イエーイ、ありがとう、ありがとう。ということで今日も改めてたくさんのギフトありがとうございます。今日多分このイベントも終わっちゃうのかな、クリスマスっぽいイベントも。でも今回もすごいありがたいことにたくさんのポイントをいただきました、本当にありがとうございます。では続きましてランキング見たいと思います。今日の中身73位はデケデケデケデン、バン、あ、こっちゃんさんのアバターのさんです、ありがとうございます。ありがとう、ブラボーの人ですかね、ありがとうございます。待って40万いってんだけどありがとうございます。ということで今日の73位の方ありがとう。続きまして20から読みます、いきます、せーの、 SKE のクマさん、ミジンコさん、オレンジのクマさん、トトイウサギさん、ルンルン猫さん、ネギネギさん、クロミーちゃんさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、ブン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 、ありがとうございます。今日の20位から10位の皆さんです、メリクリありがとう。では続きまして13位から読みたいと思います。13位、ふんふんさん、ありがとうございます。お帰りなさいませ、ご主人様、メリークリスマス、イエーイ。続きまして13位、ふんふんふんさん、ありがとうございます、シャー、メリークリスマス、ありがとうございます。11位、さん、ありがとうございます、ランスルラスカル、ルルルルルルル、メリークリスマス、ありがとうございます。10位、さん、ありがとうございます、皆さんハタゴンさんと一緒にうどん食べに行く、メリークリスマス。9位、さん、ありがとうございます、エスケにやってきた元気娘、メリークリスマス。8位、ふんふんさん、ありがとうございます、怪獣さん、メリークリスマス。7位、ふんふんさん、ありがとうございます、皆さんにムーブムーサギー、ブンブン、メリークリスマス。6位、ふんふんさん、ありがとうございます、ワンワン、メリークリスマス。5位、ふんふんさん、ありがとうございます、シルルルルルル、メリークリスマス。4位、ふんふんさん、ありがとうございます、にゃんにゃんかいにゃん、メリークリスマス。3位、さん、ありがとうございます、ストロベリーにゃんにゃん、メリークリスマス。2位、さん、ありがとうございます、ブッシュドノエル巻き巻き巻き、へいお待ち、メリークリスマス。そして今日の1位はドコドコドー、ドコドコドー、ドコ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 ドン、ダン、さんです、イエーイ。せーの、ガローさん、メリークリスマス、ありがとうございます。ということで今日も皆さん配信を見ていただきありがとうございました。今日の予想は2573です、2573です、イエーイ、当たった当たった、7000円目ですね。ということでありがとうございます、当たりました。ということで6559盛り上がりありがとうございました。クリスマスにみんなとこんな素敵なケーキを作ることができてよかったです。来年はリアルケーキ作れるように頑張ります。では終わります、せーの、バイチャー、じゃんけんぽん、あっち向いて、ほい。今日の合言葉はメリークリスマス、バイバーイバイチャバイチャ。